こんな感じでどうでしょうか。必殺技2発目、ズゴン。今回はですね、暴走閻魔を使って遊んでみたいと思います。暴走閻魔ってなんか必殺技が、なんかめっちゃでっかいボーナス玉を作るんですよね。で、必殺技レベルマックスにしても、ボーナス玉の数2個っていうね、変わらへんにゃーみたいな、そこは、みたいな。ちなみにスキルに関しては、スキルマックスにするとサブラセ10秒なんですけど、で、この必殺技、ボーナス玉を2個作るということなんで、暴走閻魔の必殺技連発発してパズルをビッグボーナスだらけにしてみたいなと思います。三つ股の土のボスステージでやってみたいと思います。いけるかな、一発成功なるか。多分その必殺技マックス何発ぐらいいけるやろうか。5発は打てるんちゃうかなと思ってるんですけど、で今スキルが発動して三つ股の土サボってますよね。右にピン打っておいてプニケしていく。とりあえず、すべての妖怪の必殺技を打てるように準備していきましょう。これで、あ、次に真ん中でピンか。準備できたら、暴走閻魔だけにして、これで必殺技を連発していきたい。やまったん。暴走閻魔すごいよな。レベル70だもんな。なんか今回さ、その極楽経験値玉でしたっけが出てきてるんですけど、そういうことかと。なんか暴走閻魔の技、妖怪レベル70にすんのに、めっちゃ経験値玉使うし、みたいな。で、極楽経験値玉使ったら、一気にズオンズオンズオンってレベル上がるんですけどね。やっぱその暴走閻魔に合わせて、極楽経験値玉が初登場っていうことですよね。あと、雲外三面鏡さんかな。雲外三面鏡さんと、バーサーエンマの必殺技、打てるようにしていくよ。あと、暴走エンマじゃん。暴走エンマに関してはなんかもう、声がさ、普通のエンマ代用と全然違うもんね。暴走してるだけあって。真ん中にピンやって、こちら。ジャッハッみたいな。エンマ代用こんな声出すのみたいな。なんかツイッターでもなんか今大喜利みたいなイベントやってますね。暴走、エンマ大王はなぜ暴走したのかみたいなね。で、暴走エンマの必殺技準備整ったんで、プニを消していけよ。暴走エンマのプニ45個準備すると。なんか見た目がほんまにスーパーサイヤ人2みたいな感じでさ、髪の毛めっちゃ尖ってるし、金髪やし、もともと金髪やけど。しかもなんか、顔の焦げ茶色も、前より、濃くなってない？ちょっとこれ、褐色がもう、松崎しげるさん並みにめっちゃ濃くなってますよね。昔こんな色ちゃうかったよね。だいぶ濃くなってるね。しかもなんか、刃みたいな、牙が見えてるよね、これ。どういうことなんやろか。何が起きたのか。エンマ大王はなぜ暴走してしまったのか。公式がその暴走した理由を、言わないんだな、みたいな。妖魔界から消えてしまった謎もようわからんし、みたいな。激突委員長のそのメディカルマシンによって暴走したいうことになってるけどね。具体的になんかようわからんよね。もうちょっとで暴走閻魔だけになります。一気にデカプリの必殺技を打ちまくって、こう、膨らんでる時に、暴走閻魔の必殺技を打つっていう流れですね。うまくいくかな？どうかな？真ん中にピン。あ、左にピン。暴走閻魔あと1、2個。暴走閻魔あと1個 ?2 個。もう2個。もう2個。打ってきてちょう。あと1個は。暴走閻魔あと1個は。あと1個は、ピン打って。お礼流。暴走閻魔。これで、暴走閻魔45個になりましたと。こっからですね、一気に行きたいと思います。ピンをとりあえず、右に打った状態で、必殺技発動。激キャラボーイ。激キャラヒーヒーキャン。で、すかさず雲外三面鏡。すかさずお礼流。で、すかさずヤマタン。で、すぐに必殺技発動。走破メッセージ。これで一旦ボーナス玉が多分上の方にできてると思うんですわ。でですわ、こっからだよね、大事なのが。
とりあえず必殺技打てるように真ん中にピン打って、これで必殺技打てるよねと。ほいでほいでですよ、こっからどうする、どうする、デカプニを作りながらまた、エンマ大王の必殺技を打ちたいなということで、こんな感じでどうでしょうか。必殺技2発目ズゴン、走破メッセンジ、これでまたボーナス玉が2個できたかなと。降ってきましたと。まだ上の方にボーナス玉があると思うんですよね。だからどうしよっかにょーん、どうしよっかにょーん、これ右にピン打ちまして、繋いで、全部繋いだらえぐいから、全部繋いだらえぐいから、どうする、どうすべき、これで必殺技どう、走破メッセン、はいはいはい、これでもう一回必殺技すると。今ボーナス玉が何個できてるんだろう、 1,2,3,4,5,6 6個できてるということですよね。そういうことかと。どうする、どうはする、6個で上の方にもしかしたら暴走エンマいるかもしれないけどね。これで必殺技を打つ、これで4発目がラストを破滅する。あ、もうこんなもんか。とりあえず必殺技4発打てましたと。これどうなんだろう、もうちょい頑張ったらいけそうな気するよね。必殺技5発ぐらいいけそうな気するんだけど、今ボーナス玉が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個、9個できてんのか。でも必殺技4発やから8個ぐらいってことかにゃ。むずい、ようわからん。もう一回だけ打てそうな気もするね、これプニ消していったら。暴走エンマのプニをつないでもう一発ぐらい打てそうな気がしますよね。ボーナス玉を消さないように、よいしょ、ボーナス玉を消さないようにプニを消して、暴走エンマの必殺技をもう一発打てる気がする。いけるのか、いけるのか。これでつなぐとどれぐらいのサイズになるかにゃ。サイズ11、あ、これでいけるんじゃね、もう一回必殺技打てるんか。はい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 、必殺技5発目、ほな行きましょうか。もうすでに必殺技打てるんだ。はい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 、ちょっと待てね、ちょっと待てね、はい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 、これもう一回ピンをちゃんと右かどっかに打っておいて、行きましょう、必殺技5発目走破メッセージ。これで、ね、めっちゃボーナス玉が増えましたよねと。今何個ぐらいあるんだ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 個、ビッグボーナス玉が、まあ、10個ぐらいできましたということですよね。これ以上はさすがに厳しない、ちょっと、あ、上の方にもやっぱあるよね、ボーナス玉。ちょっとあれなんですけど、ちっちゃいのもあるけど大きいのも結構ありますわ。もう一発ぐらい打てる、6発、6発打てそう、いけそうやね。いきましょう、最後必殺技6発目ズゴン、走破メッセンジ。これで多分ボーナス玉がめっちゃできた。パズルがボーナス玉だらけに、なんか見えてないところにも見切れてるところにもいっぱいありますよね。合計だからこれで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 個プラス小さいボーナス玉3個みたいな感じですかね。はい、ということで、まあ、連発マックス6発ぐらい必殺技打てるかなという感じでございます。なんか最後あれだな、レッド終わらす、最後ボーナス玉連発して終わらすか。ズゴン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 、ビッグボーナス玉だから他のそのプリとかもめっちゃでかくなるわな。ダメージどれぐらいいくのか、いきましょう、暴走エンマ走破メッセンジ。三つ股の槌に対してダメージどれぐらいいくのか、3万6000ぐらいフィーバー中なんですけど、もうちょいダメージいってもええかないう感じですけど、暴走エンマ以外の妖怪がなんかあれか、ランク低いしそこまでダメージいかないのか。プニ全ケージだもんね、相性あんのかな。ミッチーとの相性悪いとこもあんのかな、わかんないけど。はい、ということで、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。